皆さん、こんにちは。バンコク在住、ワンルームマンション大家です。今日の動画のテーマは、沖縄の締めのステーキを先にいただいて、その後にセンペロアダチヤで泡盛を味わうです。飲んだ後の締めのラーメンはよく聞きますが、沖縄では締めのステーキなのだそうです。セネステーキといえば、ここ松山にある、88ジュニアですよね。このお店は、ご飯、スープ、サラダのおかわり自由です。ドレッシングが何種類もあり、スープも美味しいですよ。この流行り病のせいで、メニューが少なくなっていました。しばらくして、お肉が届きました。焼き方はメディアムレア。注文するときに焼き方を聞かれます。平和通りはまだ8時なのに、お店はほとんど閉まっていました。センベロのお店も閉まっているのかな？これでなくっちゃ、足立屋は、流行り病に負けないで、絶賛影響中でした。そばにあるお店も開店中です。人が多すぎるので、離れのお店に行くことにしました。足立屋さんは、那覇の代表的なセンペロのお店のようです。今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ。